呂部岩。山地南部には小盆地が広がる昌連寺川と小太郎岩。山地北部は山が迫り、渓谷を成している室生火山群とは奈良県宇田市東北部及び宇田郡曽仁村、三重村全域から三重県名張市南部にかけて広がる山地。約1500万年前の火山活動によってできた山々が連なる室生山地とも全域が 室若目青山国定公園に含まれる。西部は宇田山地、または龍門山地、南部は高圏山地へと続く。西北部は宇田川に区切られ、笠木山地、北部は上野盆地、東北部は青山高原へと続いている。約1500万年前の火山活動によってできた山々があり、最高峰の黒曽山やソニ山山など、 独特の形をした山がある。西から室川、昌連寺川、名張川が南から北へ流れており、両線はこの川に隔てられ、そうように、高献山地から宇田川、名張川に区切られるまで南北に走っている。山地南部では、山麓がなだらかで高原が広がる。一方で、山地北部は険しくなっており、赤目48滝で有名な赤目渓谷や、 正蓮寺川の境地形などの渓谷となっている。鎧岳室尾川と正蓮寺川の間に連なる、主な山正蓮寺川と名張り川の間に連なる、主な山名張り川より東に連なる、主な山尾根が南北に走り、山地北部は険しいため山地を東西に貫く自動車が通れる道路はない。一方、山地南部は、 なだらかであるため伊勢へと至る伊勢本海道が東西を貫いて走っている。国道369号はソニ村、三重村内の区間は改良され走りやすい。ありがとうございます。